いや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 、タイミング合わせて起き上がった時に切ってきたんですけど、こういった。ちょっと待って、ちょっと待って、こんなことある。もらいましたぞ、山内殿。いや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 、ちょっと蛇本ちょっと待ってよ、蛇本もー、蛇本あーもう嫌いや、このゲームほんまに嫌い、大嫌い、このゲーム。あーまぁ、回復回復もうね、おい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 、なんなんこいつ、マジ好きなんかないやん、ずーっとずーっと。いや今攻撃が見えない、消えてなくなれ、おらー。第2段階は不思議、第2段階に不思議をガンガン持ってって、第1段階はあくまでもうあんま使わないで普通に倒そう。第2段階は不思議でバンバン行こう。第2段階もうちょっと軽く不思議でゴリ押すぐらいの気持ちでもいいかもしれん。冷静に。そうなんだ、第2段階ってのが切るタイミングいつもないなって思っちゃうんだけど、あれ、あんまりため気見つかんないけど理由はってのこと。そうですね、特に理由はないですけど、できないだけです。やった方がいいならやりたいなと思います。やった方がいいならやれるようになりたいなと思ってます。なんかもう、ゆえ、赤狼です。あー、それ、よかった、今の、今のよかったな、それ、OK、なんだよ、今の同じタイミングでジャンプしたのになんか避けられたの、マジ奇跡的でよかったな、マジで奇跡だったな、ちょ、一旦回復だな、やべ、やっちった、あー、回線を使ってしまった、もう。え、今好きだったんじゃないの、今ひるんでたんじゃないの、分かりづれえわこいつ、ひるんでるかどうかのタイミングが本当に分かりづれえ。ガードしたよ、え、ガードしてた、え、ガードしてた、普通にちゃんとガードしてたのにって言ったよ。オッケー、あとちょっと、あー攻撃を欲張ったな、本当攻撃あとちょっとだから攻撃欲張るとほんまにすぐ殴られるような、マジこのゲーム敵の隙がなさすぎるんだな。いや、ガード押してるやん。いやもうちょっと待って、どうしたどうした、あ待って、ちょっと待って、コントローラーの電池切れた、ちょっとコントローラーの電池切れた、もうふざけんなよマジで、言えよ切れる直前に、コントロー赤狼側から言うべきじゃん、コントローラー切れそうですって。勝てた試合だったな今のマジで、いけそうだったのに、いけそうだったのに、あ、でもよかった、片白をそんなに無駄に消費しなかったわ、よかったよかった。これ、まあ、逆に1戦目でよかったと思う。2戦目で不思議にしまくって、あとちょっとで勝てるとかっていう瞬間にこれが起きてたらもっと発揮してたわけだから、よかった逆に。逆によかった。アンガーコントロールできてるぞ。いいぞ。2020年の島からいいぞ。アンガーコントロールできてるぞ。回転切り決まってるぞ。削ったぞ結構。結構削ってやったぞ。はい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 。おいは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 い。はいはい、お猿さん。来た前。体感なくなった。下段攻撃なのか吸い込みなのかが、吸い込みだ。え、今のダメなの、え、今の結構いいタイミングだったじゃん、今のタイミングあかんの、吸い込まれんの、それもあかんのかい。いやこれマジで結局避け方がよくわからんな、結局どうやって避けるのかが未だに成功例がわからんな、これ。あの吸い込みの受け方が安定すればな、あの吸い込み安定して受けられればもう全然火ダメージ減らせるのにな、後ろにジャンプくらいで受けられた気がする、後ろにジャンプを試すか、はあ。え、嘘、避けたやん、タイミングくればジャンプで受けられる、もっと遅くていい、え、もっと遅くていいんだ、ちょっと早すぎたのか、逆にもうちょっと見た方がいいのか、一緒にビヨンだと早いんだ、いやもう全然向こうの方が早いんだけど、ふざけんなよ向こうの攻撃、向こうの攻撃早すぎるわ、いかん、もうちょい、あーしまった、まずい、ちょっと待って、それはまずい、よかった。思ったより受けられたぞ、なんでこれ切れそうや、はっ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 、おじけ、ちょ、おじけ、あー確かに、確かにジャスガさえできればいけるのはまさにその通りやな、確かにジャスガをやってれば楽になるっていうのは確かに言ってた通りやな、
胸、なんだ今の攻撃。汚ねえおしけ、マジでマジでおしけ汚ねえやん。やーべ、あーもうアイテム使ってる隙に、あーもうちょっといけたな。本当にこいつ、マジでこいつ、なんでこんなアイテムゆっくり使うの、マジで。なんなんこいつ、めちゃくちゃアイテムゆっくり使う軍や、ほんま、ふざけんなよ、マジで。いかよし、今しめろ。聞いてくれよ、こいつ、めっちゃゆっくりアイテム使うね。めちゃくちゃゆっくりアイテム使う軍やね、こいつ、本当に。すっげえゆっくりアイテム使うね。連続だから無理。そんなに殴っ、そんなに切ってないやん。そんなに切ったか、俺、連打してないぞ。自分の意思じゃないのか、こいつの。おい、このお侍さんの意思でやったんじゃないのか今、普通に。俺連打した覚えないぞ、全く。一回しか押してないぞ。一回しか押してないのに何回も切られたら、もう俺どうせ子供できない。だから切ってないやん、そんなに。そんなに切ってないやん。なんなんこいつマジで、ほんまに。自発的に切りやがって。スーパー AI か。はぁ、え、今のダメなの？え、今のダメなんだ。え、びっくり、今のわかんねや。今の絶対避けられたと思った。なあ、あの飛び、今の飛び、やっぱ、未だに安定せんな。あの飛び、ほんまにシリアやわ。いや、これマジなんなん、このタイミング。よかったやろ、今結構。スカウトもよ、結構、前まではこれで避けられてたぞ、おい。ふざけんなよ。絶対避けられたと思った。今、絶対俺避けられたなと思ったのに避けられなかったんだが。左回りなのがいかんのか。ついつい逆の方向に逃げたくなるけど、それのせいなのか。もうちょい。回生は残っている。今のちょ、マジでなんで早いのか、まだ。もうちょっと見ていいのか。もう、あれわかんかった。いよいよどうしていいかわかんねえんだけど。いや、今迷ってる。今絶対迷ってないね。今、行こうと思ったね。じゃあ、右に避けてみようっていうので、右に避けることをメインに考えたね。両端切れたし。もう、絶対無理やん。絶対無理やん、これもう。あー、一回外野、とりあえず外野使うか。いや、ちょっともう、ちょ、もう見すぎやすぎ、ちょ、もう見えないね。見えないね。汚ねえぞ、マジでカメラ。あ、まずい。すーげえ、ちょ、あ、めっちゃ近くにいた。めっちゃおじけの最先端にいた。ぼーっとしてた、なんか。あー、おたけびってヒットポイントも削ってんのか。おたけびってヒットポイントも削ってた。そうやー、それって、あれってダメージあるの忘れてた。え、ジャンプしたじゃないですか。ジャンプしたじゃないですか。いや、ジャンプしたじゃない、ジャンプしたじゃないですか。いや、さすがに今のは無理やりますって。ジャンプしましたもん、さすがに。さすがに今のは無理やめますって。さすがに、だってジャンプ2回押しましたもん。あ、やべってなってから。いや、もうさすがに。いや、それができるならもう何でもありじゃないですか。入力受け付けないとかってやりだしたらもういよいよ。マジで何でもありじゃないですか。いや、なんか信じてもらえないかもしれないけど、僕ジャンプすごい押してるんですよ。みんなが思ってるよりジャンプ押してるんです。週刊少年ジャンプなんです。それがムカつくわ。こんなに苦労して戦ったのに。いやー、それはまだ早い。まだ早いんかい。まだ早いんかい。まだ早いんかい。わかんねえ。いや、ダメだ。結局わからん。何なん遅かったのか早かったのか教えろや。今の遅かったんか早かったんか、どっちやねん。近すぎだと思うわ。いや、ほんまにゴミやと思う。マジでこれゴミやと思うわ。結局この吸い込みなんなん、マジで。どっちに行けばいいのかもよくわかんねえし。ダッシュで交代したい。飛ぶタイミングまで止まってるのよくないな。もう、じゃあもう、後ろにダッシュでめっちゃ逃げろってことか。後ろダッシュでめっちゃ逃げってことか。いや、ところが前ステップも当たるんだよな。前ステップも結局当たんねんな、あれ。前ステップもしたんだけど、前ステップなんか飛び越せないで当たるんだよな、あれ。怖いで、あれは。前ステップも当たってるわけやから。だから全力で後ろに行かんきゃ。だから全力で後ろに行かんきゃ。タイミング合わせても当たるんだから。タイミング合わせは絶対当たるんやから、全力で。まあもういい。
やめてくれって、急に連続攻撃していきやがって、マジで。いやもうそう、あの飛び込みが避けられないのがやっぱ全てのなんかマイナスの全部のマイナスの始まりだよな、あれが。このフラが召喚なりやれたら岸田は聞く力で対抗するんかな。まあ車座になるだろうな、当然。当たり前、岸田そりゃ車座になるよ。車座になってめっちゃ話聞くやろ。何が不満なのか、こいつが、なぜこいつがこんなに怒り狂ってるのか聞いてくれる。岸田聞く首相だからな、聞く力やからな。もうぼーっとしてたや今。今ちょっと、今なんならちょっとぼーっとしてたやん。あれ、場所が悪いわ。場所、もうなんなんこのカメラ、ずっとマジで一緒、ふざけんなよ。壁際になった瞬間にゴミカメラになりやがって、なんなんこのゲーム、消えてなくなれこのクソカメラ作ったやつ。あーマジで壁際のカメラマジで意味わからん、ほんとに最悪。消えろ壁際のカメラ、なんなん壁際のカメラ、ほんとにバッカみたいに視点変わりやがってよ。どうにかすることできただろ。それができないならゲームするのやめろ、マジで才能ないから。もうもうボーっとしてたしよ。ちょ一回一回、距離、今のはボーっとしてたわ、今のは普通にボーっとしてたわ。いや本当にこの吸い込みマジでイカれてるわ、マジでイカれ、タイミングが分かんねえんだよ、タイミング分かんないのどうかしてるわ。いやいやマジでマジで、今何なの正解は、本当にこれの正解を教えろマジで。いや他の攻撃全部タイミング分かんのにこれだけタイミングイカれてるやろ。一回、もう一回ずれただけやん。一回ガードできなかったじゃん。あの、なんなんガンガンガンのやつ。あ、壁。え、危ね。すっごい壁や。一回逃げよう。どこ？ムカつくー！カメラムカつくマジで。すげえ追ってきてるし。カメラ合わせられんて、今どうなってんねん。どういう距離感やねん今の。初めて見るアングル。本当にこのカメラに、本当にこのカメラで我慢してる信者おかしいぞマジで。カメラゴミだぞ言っとくけど、これほんまに信者もカメラゴミって言ってる。じゃあ戦わなきゃじゃん。誰だよ宮崎秀隆って、誰なんだよそいつは。諸悪の根源か。やべ、もうめっちゃガード押したやん。はぁ、すげえガードしたじゃん。もうガードしてた、マジでムカつく。あー、ムカつく、今の。宮崎秀隆のおっさん。宮崎秀隆ふざけんなよ、マジで。俺はガードしてたぞ。めちゃくちゃガードしてたぞ、俺。ゼルダの宮本、スマブラの桜井、フロムの宮崎。そいつがこのシステム、そいつがこの吸い込みを考えたんか、おい。そいつがこの吸い込みをプログラムしたんか、絶対許さんぞ、マジで。だとしたら絶対に許さん。ちょ、マジ、吸い込みがもうずーっと当たってる。あの壁際の吸い込み、どうやって受けんだよ。やり方教えろや、マジ、宮崎とかいうやつ。宮崎秀隆というやつ、出てこい。チャットに現れろ。なんだ、今、あの吸い込みは。なんだ、あの吸い込み、マジで。あの吸い込み、ほんま、なんやねん。どういうことやねん、あの吸い込み。だってたら、スザラルのチャットに現れてましたよ、バチャブタか。ああ。まあ、どうせこんなゲーム作るぐらいだから、キモータのバチャブタだとはもう決まってるからな。よし決めんぞ。よし今回で決めんぞ、マジで。マジで今回で決めるぞ。今回でマジハイスクール決める組だぞ。ちょ、いったん。なんなんこのドリンクゆっくり飲むおくんは、マジで。本当にこいつドリンクゆっくり飲むな。今自分が危険な場所にいるっていうのを認識してないのか。すげえゆっくりドリンク飲むけど。ドリンクゆっくり飲むおやん。いや、壁。いや、ちょ、壁。もう壁、いや、ちょ、か、壁、ちょ、か、壁や、もうムカつく壁、ずっと壁なんか作んな、このフィールドに。スマブラの終点で、マジでスマブラの終点見たら戦わせろ、マジで。スマッシュで、メテオスマッシュで落とすから、マジで。こんな広いのに壁にむちゃくちゃ追い詰められる、なんなん、マジで。いや、どうせあれだろ、
体の中に虫がいいんだろ、あの死なず反り菓子みたいな底元的なやつがいるんだろ、どうせ絶対そうだよ、絶対その虫のせいで死にませんみたいなキャラクターやな、わかるわ。発災ゲーム本番。おい切ってこいや、てめえ体幹減らねえだろ。切ってきやがれ、汚ねえ、体幹回復に入ったんだが。汚ねえ、マジで体幹回復モード入ったんだが、めちゃめちゃ叫び始めたんだが。めっちゃ叫び始めたやんこいつ、ズルやんマジ、普通に普通のズル攻撃始まったやんこいつ、汚ねえよ。あー、また回復に入ったやん、また体幹を回復するモードに入ったやんこいつ、汚ねえ、この叫びと、なんなんその叫びを使った体幹の回復方法、俺もやるぞ宮崎秀隆。俺絶対死ね、マジで二度と出てくんだよ、マジで宮崎秀隆のカイザル死ね、おらボケ。ふぅ、二度と逆らわないよほんまに、宮崎の猿がよ。宮崎の猿マジでムカついたわ、もう仕留めてやったぜ、本当に何するカメラから、俺はここで一回赤炉打った。やば。やばいでしょ。やば。一回売るのやばいっしょ。ゲーム一回売るぐらい昔切れるのやばいっしょ。カメラ終わりし場所だから。なんだ、しかもこいつ一本取れねえのかよ。あー、なるほど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 。ここから落ちる。ここから行くんや。よっしゃー、よし。一発。やべ、うお、こいつすげえ体幹持っていくな、攻撃の隙どこやねんこいつの、あれめっちゃ攻撃早すぎて無理やろ、やべ、ちょっとカメラ、なんだこのカメラ、うおなんだこのカメラ、うお、攻撃の隙がわからん、どこやねんこいつの攻撃くらいタイミング、マジで。いや、ちょっと、それはいかれてるわ。それはいかれてるわ。それはいかれてるわ。逃げようがないもんだって。なんやねん、この、なんやねん、このモヤモヤ、なんやねん、このモヤモヤは、おい、恋する乙女の恋心か。今どこにいんねん、マジでふざけんなよ。なんで崖のところからこいつ自発的に降りないねん、頭いかれてんのか、本当にあれだな、敵のためにマジで全てが敵のために作られてるな、このゲーム、マジでなんで降りれないわけこいつ、なんでこいつロックオンしてるとき自然と降りないわけ、ほんまに頭いかれてるわ、見切りさせろ、はい、若オツ、はあ、ゴミ、うわー、なんだ、銃のやついるパターンのダンジョンかよ。はあ、出た出た。おお、めっちゃいるやん、そんで。ちょっと、こいつ、ボスか、やべ、ちょっと待って、1ゲージ目、2殺してな。一回距離取るぞ、距離。とりあえず、雑魚全部倒してから、一回2殺して。っていう感じか、やらば10番ゲームにしやがって。この銃もほんま、なんなん、銃が好きなん宮崎は。一応仏付近の手で待ってると毒で人目を削るの待てるよ、これなんか重要情報じゃない、バレたよ。なんか見つかったやん、雑魚的何体いるわけマジで、ここに1体だろ、であそこの中央をうろうろしてるやつが1体やろ、で向こうにも多分いるだろ、向こうにも1体いるよな、向こうに1体で、あっちにもいんのか、全員倒すのは誰から、ボケ戦、ボスとボケ戦の間だけ倒して、狭いところでバトルしてもいい。ちょっと全員倒すの無理そうやな。操れるならいいけど、操ってみるか。操ってこいつが狙撃してくれるならすごくいいけど。ほい。ほいよ。変わったことは、すげえじゃん。お前すげえじゃん。エペックスじゃん。エペックスの時全くこの行動してたぞ、俺。いいじゃん、いいじゃん。やべ、
一撃？え、一撃？あ、回れた。え、一撃しない？あ、いたいたいた。いや、攻撃食らうと落ちるんだな。攻撃食らうと落ちちゃうんで、落ちたらもう無理なんだな、こいつは。もう一回。はい。いったれ。いけい。ああ、いいね。エムいい。非常にエムがいいね。いいね。ああ、いいね、いいね。あいつ、一撃で死んでね。あいつ、やっぱ一撃で死んでねえか。ダメだな。やっぱダメやな。一撃で落ちちゃうんだな。ダメだな。いやー、じゃあ、とりあえず、車線切ったやつを倒すか。あいつなのに、片白5使ってるぞ。クソ無駄やん。多少不思議でゴリ、あいつ、でもあいつ倒しておかないときつそうだけどなー。あの真ん中の島のやつ気づきそうじゃない？あの真ん中の島のやつムカつくわ。あの真ん中の島のやつすげえ気づきそうなんだもん。でもあの真ん中のやつを取ろうとすると、ボスがなんか気づくよな。あいつに行こうとするとボス気づかれるから、まず、そこの左側の隙間で戦えば、ここってこと？よし。あ、今俺どこ、え、ちょっと今。どこここ？う、壁、壁ができてるやん、急に。急に壁ができたやん、今までとは違うところに。壁が発生した。スルーされると困るから。なんでやっぱ寝たん、こいつと。こいつ、やけにこのボス粒立てるよな、なんか宮崎秀隆。このボス、なんか、や、女か？自分の女をモチーフにしてんのか？銃を使ってなんか。いかん、強っ。やっぱこの、やっぱ嫌いやわ。やっぱこいつめっちゃ嫌いや。こいつ本当に嫌い。それね。ああ、それね、すっかり忘れてたわ、それがあるの。はい、お疲れ。はい、ゴミ。はい、不思議のおかげ。いや、余裕やったな。いや、ほんま、猿に比べたらもう本当に赤子の手をひねるかのごとくやったわ。同じ攻撃なん？ちなみに攻撃方法、攻撃方法同じで頼むぞ。首がねえ状態から始まってるやん。やべ、いや、出た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 。出た出た。好きかこいつ。秀太がふざけんなよマジで。秀太がマジふざけんなよ。なんでこいつだけこんな何回もこいつと戦うねん。何回もいらんやろこいつの何回も戦闘。そんなに必要なことかこれ。遠いねんマジで。ちょい、狭い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 。俺でも弱くね？やけに体感。あれ。いかいかん、いかいかいかん。おじけ、おじけ。おじけ、おじけ。あんだろ、第二段階が。あー、絶対第二段階あるわ。ムカつく。てか、日本選手かよ。てか、日本製かよ。おい、なんで？あ、ちょっと待って。え、嘘やん。嘘だろ。え、2体いるやん。嘘だろ、マジで。うわ、やってるわ、イカれてる、マジで。猿2体出てきたやん。どうやって戦うのこれ、ほんまに。なんの、あいつ。せめて1体だろ、今まで。ずっと1体で、ずっと11でやってたやん。なんで今までの11ルールなくなってん、急に。おい、どうやって戦うんだ。なるほど、こっちの猿はあれか、第一段階の頭が当たった時状態の猿と同じなのか。どうやって戦うねん、マジで。1体倒さないと話になんないだろ。狭い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 。はまっちゃってんのよ。うわ、こいつ。誰なの本体って。本体って何？ 1 回目はスキルを使わずに倒して、2回目はスキルを使って、どっちか、なるほどな。シャガさん、これが赤色名物ニゼロです。え、ちょっと待って、なんでこんなに猿好きなのマジで。なんでこんなに猿に対しての熱意がすごいわけ。そんなに好きじゃないけどな、猿俺。2体はイカれてるわ。やっぱ2体はイカれてるわ、どう考えても。ちょっと弱くなったとかのレベルじゃないもん、2体ってもう。いや、マジ2体はゲーム性終わってるわ。ハイザル2匹も出しちゃいました。マジでバブルスくんやん。マイケルも2匹ぐらい勝ってただろ。それね。ちょっとおじけのことすっかりは、ちょっとおじけのこと忘れてたわ。ごめんごめん。君はそれがあったんだったわ。君はそれがメインだったわ。どういう作戦で行くんや。マジでどういう爆竹を使った方がいいのか。爆竹が結局爆竹がメインなのか。おい、面白い真似してくれるな。あ、ちょっともう爆竹ゆっくり打つおくんだよ。本当にこいつ爆竹ゆっくりすな、マジで。全然ひるんでねえじゃないか、爆竹。おい、爆竹が全然効いてねえじゃないか。話違うぞ、おい。どうなってんだよ。爆竹が効く敵なんだ、こっちが。ガッツ。ちょ、もう、めっちゃ強いやん、首ある方。首ある方めっちゃ強い。どうやってこいつ速攻倒すわけ？無理やるって。大
あ、なるほど、結構弱いな、結構体力低いな。いや、ちょっともう邪魔すんじゃん、邪魔す、めちゃくちゃ邪魔するやん、マジで。いか、しなきゃ。今のジャンプ攻撃した後のあのゆっくりのやつやってこい。うわ、体幹がめっちゃ回復してる、こいつマジで許せん。それその後どうせジャンプ攻撃やろ、その後どうせそれやろ、それそれなのよね。おい、早くやってこい、そのジャンプのやつ。あのジャンプのやつどうして忘れたのか、やり方。お前の得意なジャンプのやつ、それ、はい、その後倒れ込んでくるからギャインだろそれいいね。所詮サル、所詮バブルスよ。あー、いいね。それの後に、それの後にもちろんガインだろ。それなんだよね、それがすごく、それがすごくいい攻撃なのよね。はい、どうもありがとうございました。まさか蘇らないよなまさか蘇らないよな。ああ、なるほど。不思議、非常に強かった。これでもう猿出てこないっていうのめっちゃ嬉しいねんけどよっしゃー、次猿3匹出てきたらやめるぞ次猿3匹出てきたらマジやめるぞ、おい、やめちゃうぞ、おい。もう見た目完全に見た目完全にバケモンっすけど大丈夫っすか、見た目完全、見た目 100% バケモンっすけど大丈夫っすか。おっせ、ゴミ押しでいい宮崎の書き足りやばいぞ。あ、切りなくなった、これは見やすい、これは見やすいぞ助かる、めちゃくちゃ見やすくなった。多分見つけるの組んだまでの難易度だろう。これをボスとして1体で数えてるなら、もうもらったもん、もらったようなもんだろう。やったぜ、みんなお赤飯炊いていいぞ。何？こいつめっちゃ、おっと、銃撃ち猿いるな。銃撃ち猿ぶっ飛ば、銃撃ち猿どういった？よし。猿の上にジュースとかマジで終わってんな猿が銃撃てるわけないのにな。こいつめっちゃ気づくなこいつちょっと待って、こいつ気づきすぎやわ。あ、寺の方から行った方がいいのか。なるほど、寺の方から、普通に寺の方から後ろ印刷した方がいいのか。てかそれぐらい倒さんかい、嫌じゃ、めんどくせえ、すげえ強いんだぞこいつら。あぶね、木が邪魔だなここここ木が邪魔やな。マジかよ、今の不思議に外れ、逆用意しやがって、汚いやつ宮崎自分の分身のキャラだからってよ、自分を投影してるキャラだからってひどいよなマジで。いやいや、場所悪る、場所ゴミかおー、何が起きてるのこれは。回れ回れメリーゴーラン。おい、コントローラーバグったんだが、この中にドッキリとかコンプラ終わってんなこの敵な。こんな敵を実装する会社の底がしてる、めっちゃ強いやんこいつ、ふざけんなよ、攻撃のスキン全くないんだけど。段差やりづらすぎだろ。いや、出たよスーパーアーマー、出たよスーパーアーマー、こっちが何回切っても何時ひるまねえやつ出たよスーパーアーマー、ほんと嫌いスーパーアーマー、マジですげえ最悪だなスーパーアーマー、ほんと最悪の攻撃だわマジで。スーパーアーマーゴミ、いや、もうまた壁だよ、俺はすげえひるむのにこいつ全然ひるまんやん。ほんまスーパーマンゴミ。
楽しいゲーム作るってやるって、どうやったらこんなやつ考えつくんだよ。ほんまそれ。